山桃宮のあたりにあったと言われている。東宮の玉殿を改造したものだと言われており、東宮のための宮であったところである。発掘調査によると、当時から池や島を中心としていたという。藤原中丸の田村台からは北方に一条を隔てたところにあったと推定されている。文献には、俗日本期の公認天皇の時期に5回ほど現れている。巻 第三十二によると、七百七十二年に水星が現れて山桃宮で、総百人を招いて、祭栄を設けた、とあるのが書室である。七百七十三年に完成する。造宮郷で、十三味の甲羅や孫福神が工事を専任しており、息子の石丸にも十五石下が授けられ、公認天皇もここに今日移した。 第33によると、774年に5以上の官人と縁を催し、ではエゾと不襲とを丁度で共和し、位を女子地位に対して力を与えた、ともある。ただし、この4日後、御事の利を出して、エゾと不襲が、朝廷に散大することが止められているから、訴訟があったと推測される。777年の記事には、昔大使のおしが、山ももの南に、 邸宅を作って、宅地の東西に高い楼閣を構え、代理に相対し、南面の門は、櫓のようにしたという記事があり、その位置から見て、平城宮の当院がふさわしいとされている。また、同年6月の記事には、山桃宮の南の池に、連政府、一系に逃げありと記述されており、これは、平城宮当院の発掘調査で、 南北約70メートル、東西60メートルの大規模な園地が見つかっていることとも対応している。この池では放映、教園などが開かれたという。長岡宮にも同様の施設があったことが分かっている。そのことは山桃院とシルス木館が長岡京跡から出土されたからである。公認天皇宝行後間もない延暦2年12月28日の大城官府には、 田村地社、山桃インカンプを申請し、また同じく両地スとあり、すぐ隣の田村の地をも領有したという。ありがとうございます。